疲れ様です。お疲れ様です。なんと長崎県佐世保に行きました。ありがとうございます。佐世保来たことありますか？はい、僕は初めてです。佐世保といえばね、佐世保バーガーがある佐世保なんですけど、はい、なんと佐世保に来た理由は1年半前かな、クラウドファンディングのランダ対決を買ってくださったマルスポーツさんってとこがあって、はい、そこにね今回あの呼んでいただいてエースマネジメントカップをね開催していただくという運びになりました。これもありがとうございます。ありがとうございます。まあ、なぜね、このエースマネジメントカップ長崎でやってもらえるかっていうところはまたこの後ちょっと丸さん、そのオーナーの方とのお話をしていきたいと思うので、はい、行きましょう。行きましょう。家電マギアだから、ちょっともうやってない可能性あると思って来たらギリギリ電気ついてた。だからちょっと早速ちょっとお邪魔していきましょう。これは知ってるんですか？知らないです。おー、サプライズ。こんにちは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 。すいません。今日来られたんですね。時間もギリギリだったんでやってないかなと。いやいやいや、わざわざありがとうございます。逆に明日かと思ってました。そうですね、明日行くってことで言ってたんですけど突撃しちゃいました。明日あのエースマネジメントカップをやっていただけるということで、はい、本当にありがとうございます。いやいや、もうこちらこそいい機会をいただいて、いやもう本当にありがとうございます。なぜちょっとこういう風な経緯になったかっていうところをちょっと簡単にマルさんの方に教えてもらっていいですか？そうですね、それ入ってきていきなり打ち合わせもなくインタビューで申し訳ないんですけど、やっぱり最初元々のきっかけがもう1年半前ですかね、ジャパングランプリをされる時にクラウドファンディングに応募させていただいて、でその時にランダ対決をさせてもらったんですけど、やりました、丸さんと。はい、日本大学で、テニスをしてまして、まあ、最高の成績は天皇杯ベスト16と国体で4位に入ったことがあります。逃げた、逃げた、今後はエースマネジメントカップもね、また一緒にいいですね、ぜひぜひ企画させてもらって、ぜひあの、ね、来年に向けてちょっと一緒に、はい、エースマネジメントカップインサセボということで、インサセボぜひやりたいですね。企画の方お願いします。はい、でその時に、まあ、エースマネジメントカップをぜひサセボでやりましょうというお話だったので、まあ、今回企画をさせていただきました。いや、まさかあの時のあの一言が本当に実現していただけるとは思ってなくて、ね、本当に嬉しいです。いやいや、ありがとうございます。自分の方もありがとうございます。いやいや、もう本当にあの概要欄に何の対決貼っておくので、マラさんも本当にもうがっつりの選手で活躍されてた方なので、ちょっと見てみてください。また何の対決もやりたいですね。そうですね、ぜひいつかやりたいですね。お願いします。はい、明日エースマネジメントカップ、まあ、ジャパングランプリの予選も兼ねたエースマネジメントカップがあるんですけど、その本当に前日にちょっとお邪魔しているので、ちょっとなかなか全部ちょっと紹介するとかできないんですけど、あのお店の中もちょっとせっかくなんで紹介させていただきたいなと思うんですけど、いいですか？あ、まあ、ぜひぜひよろしくお願いします。でちょっとこの後じゃあマルスポーツさんを紹介していきます。おはようございます、カモジャマスです。おでみです。カモジャマちゃんです。ナカムです。今日長崎県佐世保市にやってきました。ありがとうございます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 。めちゃめちゃ疲れちゃった。みんなちょっと頭おかしいんじゃないって多分思った。朝一そのテンションみんなえってなっちゃってるけど、今日はね長崎のエースマネジメントカップにやってきました。ありがとうございます。今回は、ね、長崎の佐世保市にあるあのマルスポーツさんがねご主催で、エースマネジメントカップとジャパングランプリの予選を兼ねた、ね、大会を今回ね開催してくださることになりました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん意気込みお願いします。今日はですね、盛り上げていきたいと思います。でまたこんだけ人数も多いので、なんか少しでもこう子供たち話したいしね、取り合うきっかけを作っていきたいできたらなと思ってます。頑張っていきましょう。今から講習会があるということなので、あの子供たちにちょっとでもソフトテニスって楽しいなって思ってもらえるような講習会にしたいと思います。うい、僕も講習会お手伝いするんですけど、まあ、そこで子供たちの力になれるように一生懸命やっていきます。今日の一日、大会だけじゃなくてね、大会盛り上げるのもそうなんだけど、講習会もねあるということなので、はい、みんなで、ね、頑張っていきましょう。はい、はい、どうぞ。あ、違う違う。
現在行っている練習は35分まで、残り5分とさせていただきます。最後35分となりましたので、練習コートの交代を行ってください。皆さんおはようございます。ただいまよりエースマネジメントカップの開会式を行います。まず本日、ちょうどジャパングランプリ2020というのが始まって、おはようございます。エースマネジメント代表の木原さんです。 YouTube ではエースマネジメントカップ主催のマルさんに来てもらいました。ありがとうございます。はい、こんにちは。今日はエースマネジメントカップを開催いただいて本当にありがとうございます。いや、本当にありがとうございます。この大会へのちょっと思いをちょっと主催者側としてちょっとお聞かせいただいていいですか。中学校からソフトテニスを始めたんですけれども、その時にNTT の西日本の選手が佐世保に来てくださいまして、すごいプレーを見たりとか、有名な方が来てくださったことがあったので、そういったことを今の若い子どもたちに向けてもやってあげたらいいなっていう思いもありまして、今回ご招待させていただきました。僕はちょっと午前中しか今日はいられないんですけども、小さい子供たちが多かったと思いますし、実際会ってお話したいっていう機会もたくさんできたので、その子たちのソフトテニスを続けるきっかけ、頑張るきっかけになる一日になってくれればなと思うので、こっちも非常にエネルギーもらったんで、非常に楽しい時間となりました。今日一日よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ショップの方が、ね、今出ているので、ショップの姉妹さんにインタビューしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。めちゃめちゃ忙しすぎて、はい、もうね、もうお願いします。もう水飲む暇すらないんですけど、本当今もう喉からからです。はい。ということなんですけど、はい、今日は何が一番、そうですね、人気ありますか。結構限定品を持ってきてるので、うんうんうん、カタログに載ってないキャップだったり、あとはシューズケースだったり、うん、でシューズケースに結構サインをもらうような人が多いですね。はい。いやもう忙しくてもうすいません、インタビューどころじゃないんですけど、いやいや、全然大丈夫ですよ。本当に、ね、ちょっとさっきあの映像見てもらったら分かるんですけど、すごいもう反響すごくて、すごい、ありがたいです。朝一からバンバン売れてたんで、想定外です。いや、もう一人一人で回されたということで、まあ、今日も一日は大変だと思うんですけど、またよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。レッツゴー。長崎大学の吉野です。長崎大学の前川です。今日の意気込みは優勝です。うぇ、今日の意気込みは、この気づくことです。はい、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。長崎県立大学の佐々木仁です。少しでも勝てるように頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。はい、同じく長崎県立大学成田将棋です。ボレーを1本でも多く決めれるように頑張ります。頑張ってください。GFC の川口有也です。1秒でも長くソフトテニスを続けれるように頑張りたいです。はい、頑張ってください。大崎高校卒、ガチンコファイトクラブ所属、石橋投手です。今回は、試合では負けても、これで負けないように頑張ります。はい、頑張ってください。ざん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 。こんにちは。こんにちは。
今日の意気込みお願いします。優勝です。うい、負けました。早いね。優勝です。えい、優勝できるように頑張ります。頑張れ。優勝できるように頑張ります。えい、しっかり声を出して優勝できるように頑張ります。頑張れ。優勝です。えい。パワー。こんにちは。こんにちは。今日の意気込みお願いします。やる。優勝です。頑張れ。優勝します。頑張って。はい、レッツゴー。レッツゴー。こんにちは。こんにちは。今日の意気込みをお願いします。優勝目指して頑張ります。頑張れ。1ゲーム取られないように優勝します。うー、すごい。試合に勝って優勝します。頑張れ。優勝できるように頑張ります。頑張ってください。11日頑張るぞ。おー、こんにちは。こんにちは。今日の意気込みをお願いします。頑張ります。頑張れ。この試合も全力で頑張ります。頑張れ。最後まで諦めないでやります。頑張れ。大きな声を出して全力でやりきります。頑張れ。みんなが決勝まで行けるように全力で応援します。頑張ろう。今日も一日頑張るぞ。おー、こんにちは。こんにちは。今日の意気込みお願いします。今日は大人の人と戦えるので全力で頑張りたいと思います。頑張れ。自分ができる精一杯のプレーを一本でも多くできるように頑張りたいです。頑張れ。頑張るぞ。おお。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。はい、プロソフトテニスプレーヤーの松本です。松本さん、こんにちは。こんにちは。今日の意気込みお願いします。今日はジャパングランプリの予選ということで、優勝して5本戦に近づけるように頑張ります。頑張ってください。はい。優勝頑張ります。優勝するぞ。こんにちは。こんにちは。今日の意気込みをお願いします。今日は負けてしまったけど、チームの応援を、しっかりやっていきたいです。頑張ろう。自分も負けてしまったけど、講習会でしっかり学びたいです。この後ね。はい。優勝します。ウィース、頑張って。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。お一人ずつ感想を聞いてもいいですか。優勝できて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。楽しかったです。はい、じゃあまた次に向けて頑張ってください。はい。皆さん、こんにちは。僕の YouTube 見てくれてる人、はい。あげてよ、女の子あげてよ。ちょっと待って、今日は短い時間にはなるんですけど、僕が、実際に観光者チーム回ってねえな、回ってねえな。みんな持ってない人が力んじゃってる。持ってない人は力入れないで。回せるかな、回せるかな。パンパンって書いてる。これが、みんながどれぐらいのレベルかちょっと見てないからわからない。
にちは。部長。今後の目標を聞かせてください。最後の大会で勝ち上がることです。頑張れ。県大会で優勝することです。頑張れ。先輩たちみたいに強くなることです。頑張れ。次の試合も頑張ります。頑張れ。市大会出場です。頑張れ。試合を頑張る。頑張れ。試合をいっぱいして勝つことです。頑張れ。いっぱい優勝することです。もういっぱい優勝しよう。試合に多く勝つことです。頑張れ。全国大会に行くことです。頑張れ。頑張るぞ。こんにちは。こんにちは。今後の目標を聞かせてください。試合に勝つことです。 OK 頑張れ。ボレーの時に抜かれないようにする、練習する。 OK 頑張れ。試合に勝つ。OK 頑張れ。ラリーを続けたいです。 OK 頑張れ。バックが苦手なのでバックを得意にしたいです。 OK 頑張って。大会で7月3日の職域大会ではちゃんと優勝できるように頑張ります。 OK 頑張って。大会でベスト4に入れるように頑張りたいです。 OK 頑張れ。全国に行けるように頑張りたいです。おー頑張れ。全国大会に行けるように頑張りたいです。頑張れ。7月3日の団体戦で勝てるように頑張りたいです。頑張れ。全国大会で勝てるように頑張りたいです。 OK 頑張って。頑張るぞ。大村なんてジュニアの帯山春です。大村なんてジュニアの松浦新生です。はい、優勝おめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。はい、じゃあ大会の感想をお願いします。ファイナルゲームできつかったけど楽しかったです。はい、ナイスゲーム。優勝できて嬉しかったです。はい、ありがとうございます。じゃあ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。大野中の山根子奈です。廃棄中学校の小崎杏奈です。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。じゃあこの大会の感想を教えてください。今まで優勝できなかったので嬉しかったです。はい、どう初めて優勝できて、でなんか即席ペアで組めて優勝ができたのでめっちゃ嬉しかったです。はい、おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。ヒルタ中学校の本庄由衣です。小村なんてジュニアの内野関です。はい、じゃあ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあこの大会の感想をお願いします。目標通り優勝できてよかったです。はい、おめでとうございます。最初の調子が良くなかったけど決勝戦でちゃんと調子を出したのでよかったです。はい、じゃあ2人ともおめでとうございます。どうですか、谷です。ラブです。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあこの大会の感想を教えてください。最初2ゲーム先行したんですけど、その次に3ゲームすぐ取られてきつかったんですけど、ペアを信頼してプレーすることができました。はい、優勝おめでとうございます。今日も、いろいろ反省があるのでこれを生かしてこれからの中等大会頑張りたいです。はい、じゃあまた次の大会も頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日一日お疲れ様でした。長崎空港に、ね、到着しました。はい、これからね、無事東京の方に帰っていきたいと思います。はい、今日一日どうでしたか。暑かったですけど、子供たちがめちゃめちゃ元気で、休憩することも忘れるぐらいテニス楽しみました。いいね。本当うまい子たち多くて、僕結構撮影しに行ってたんですけど、もう本当僕たちからお伝えすることがないんじゃないのってぐらいみんな上手だったので。そうね。はい、まあ、そんな子たちがすごい楽しそうにテニスやってくれてたので嬉しかったです。いや、ね、僕もね、途中で講習からやらせてもらったんですけど、なんか本当にね、みんな元気いっぱい、反応が良くて、とてもね、やりやすかったので、また来年もね、来ていただきたいと思います。はい、長崎のみんな、本当にありがとうございました。主催してくださった森スポーツさんも本当にありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。します。じゃあ、この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。